大正3年の朝鮮の行政区画。昭和20年の朝鮮の行政区画。本校では日本統治時代の朝鮮の行政区画について説明する。また、地方行政制度、地方自治制度についても言及する。朝鮮全土は13の道に区画され、道府、軍、島遊、面帯道、里という階層構造をとっていた。1910年。 朝鮮総督府地方官官制により、朝鮮総督府が統治する朝鮮の地方行政が規定された。基本的な構造は、1896年8月から行われていた大韓帝国の13日制を継承したものである。1914年3月1日付で大規模な軍、面の統廃合が行われ、317軍4351面が12、 ふ218軍五5 1 7民となった。1930年には遊が新設された。1944年6月時点で、朝鮮には13道、21ふ218軍百等、1 2 2に千2 0 2面があった。その後、1944年12月に江南府が置かれたため、1945年8月の日本敗戦時の道、 不群島の数は13道22府218軍に等であった。日本統治時代に再編、整備された行政区画は大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国の行政区画の元にもなっている。朝鮮八道も参照朝鮮における一級行政、区画は道であった。これは大韓帝国の十三道制の枠組みと名称を継承したものである。 朝鮮全土を13の一級行政区画で区分することは日本統治時代を通じて変わらなかった。1910年の地方官官制により、道の町の名称は観察史から改められ、道長官となった。1919年8月19日の官制改正によって、道長官を道知事と改めるとともに、憲兵警察制度を廃止して、道知事に、 警察権を行使させることにした。1930年12月1日に、道制が交付。1933年4月1日に施行され、地方公共団体としての道が新設される。道議会が設置され、一定の地方自治機能が導入された。府は、日本内地の地に相当し、町は不倫である。併合当初は、刑場府をはじめ、旧理事長所在地など、 日本人が多く住む重要な都市が指定された。1913年10月30日交付の不正が1914年4月1日に施行されたことにより、地方公共団体としての府が設立された。府は併合以前からの日本人居留民団の事務などを承継した。その後、都市化の進んだ地域に不正が施行されるようになり、最終的には22まで増加した。 不正導入時の十二府の地に不正が施行された都市軍の長は軍主である。1914年3月1日付で大規模な統廃合が行われ、317軍が218軍となった。その後若干の増減があったものの、1945年8月時点の軍の数は218であった。島は1915年5月の地方間、 完成中改正により設置された行政機関で、町は島津笠である。島津笠は警察署長を兼ね、島令を発する権限が与えられた。島政の施行により、チェジュ軍と移領軍が廃止され、チェジュ島、移領島の二つが置かれた。詳細は、優及び、面を、三正面は、日本内地の村に相当する行政機関で、町はおもながである。 1917年10月の面政により地方公共団体として位置づけられた。1930年12月の大改正により有名政となった4月1日施行。有は日本内地の町に相当する行政機関で町は有町である。有名政の施行により1931年4月に新設された。これにより41の面が有となった。 1930年の有名性志向に際して、有名には一定の地方自治機能が与えられた。有には、意思機関として、有会、面には、諮問機関として、免強議会が置かれ、制限選挙によって議員が選出された。ありがとうございます。